今日正午ごろ、小樽で母親と9歳の男の子が凍結した坂道でスリップした車にひかれ怪我をしました。事故があったのは小樽市若竹町の市道です。今日正午ごろ、スリップした車両に母親と子供がひかれ、子供が車両の下敷きになっていると通行人から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、市道を歩いていた40代の母親と9歳の男の子が軽乗用車にひかれ、2人とも頭から血を流す怪我をして病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。警察によりますと、現場は軽乗用車から見て上り坂の道路で、路面はアイスバーン状態でした。警察は軽乗用車が坂を上りきれず後ろに滑り落ちたとみて、運転していた60代の男性から事情を聞いています。